ちゃん次郎夫婦のちゃんです。いつも動画見てくれるみんなありがとうございます。私たちは100日間かけて日産キャラバンの中古車を改造して日本一周しています。今日は1ヶ月半、うん、2ヶ月弱住んでみて、うん、DIY でちょっとこうしたらよかったなとか、ちょっとここなんかいらなかったなっていう後悔したポイントというか失敗したポイントを紹介したいと思います。でこれから DIY する方とか車中泊に興味がある人、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。私たちの車内紹介の動画も出しているので、まだ見てない人ぜひ見てみてください。じゃあまず一つ目、夫婦号は前の方でね、運転席と後ろのお部屋を分けるところにカーテンをつけたんですけど、うん、そのカーテンがいらなかったっていうことですね。1個目。なんかそもそも車感を、まあ、住むから車感をなくすためにカーテンを作ったんですけど、結局旅に出てから暑さ対策寒さ対策のために遮熱のなんていうの、サンシェード、そうサンシェードを買いました。でそのサンシェードが効果的すぎて毎日つけてるんですね、うん、寝る前とあとなんか、まあ、お昼とか、うん、車止めたら必ずつけてます。でサンシェードを買ったので、結局サンシェードをつけたら完全に見えないから、うん、この間のカーテンが全く使ってないっていうね。カーテンすごい可愛いんだけど、例えば車に住んでみてサンシェードはいらないけど、とりあえずカーテンで遮熱してこう隠したいっていう人にはおすすめです、うん、だけど正直サンシェードの方が効果的なので使わなかったです。どうしたらよかったかね。このさ、サイズ感とかもちょっと見せたもんね。そうそうそう、キャラバンってこう横が斜めに横に広がってるのね。で天井も曲がってるから、ここが途中までしか長さがなくて、だからカーテンってまっすぐに落ちるじゃない、うん、こうするとね、ここがね丸見えなのよ。もう結局サンシェードをつけたら、うん、関係ないじゃん。だからもうこの辺にこんな感じで置いてます。いらなくねっていう。本当に使ってないよねこれ。はい、可愛いんだけどねこの素材とか、うん、住んでみてわかることですね。そうだね。はい、では2つ目、2つ目はですね、収納をもっと増やせばよかった。あー確かに。そうこれはね、まあもうしょうがないんだけど、一応キャラバンの作り、なんかいろんな人、うん、いろんな作り方っていうかいろんなインテリアがあるんだけど、うん、夫婦号は正直一番多分収納が入る作りにはなってると思う、うん、だってベッド全面で常設になってて、で下全部収納だから、うん、本当は一番入るんだよ。そうね。そう本当はね、うん、だけどもっと増やせばよかったっていうのは、例えば、うん、小物入れる場所いらないかなって最初思ってたんだけど、結局例えば私たち撮影もするので、ドローンだったりカメラだったり GoPro とか、ほんといろんなレンズとかね、あと充電器系、もうそのカメラについてガジェット類とかを保管してすぐ取り出せる何か収納場所が欲しい。棚みたいなね。棚みたいな、うん、上につけてる人多いよね。そうそうそう、ほんとこの辺につける人が多いんだけど、うん、あの調味料とかも入れられる箱ね、うん、私たちはサーフィンするのでサーフボードを一番取りやすい天井に置いていて、うん、なので収納箱は作れなかったんですね、うん、で一応キッチンのキッチン棚の下にこう何個か入るようにはなってるんだけど、うん、これもね結構限られちゃう、うん、食材とかもそんなにいっぱい入らないから、ストック、うん、キッチンペーパーのストックとか、うん、あの掃除類のストックとか、うん、大きいなんかすぐ使わないものはやっぱベッドの下になっちゃう、うん、でもああいうのってなくなったら取るのめんどくさいじゃん。そう、ね、結局はもう全部ね取りやすいところに置きたい、うん、こういうお米とかも結局すぐ取らないから、うん、ここになっちゃうんだよね。で収納とかがないので、うん、ガジェット類、カメラとか、あのすぐ取り出せるものとかは、ダブルベッドの隙間がね、ちょっとこの辺に空いてるんだけど、全部ここに入れてる。あ、ほら、こんな感じだね。やばい。お財布と領収書とか。これほんともともとベッドの下だったんだけど、うん、結局領収書ってすぐ出るからさ。そうね。ちょっと見た目は全然映えないけど、これがリアルです。このままね、やっぱこう空いてる時に入れちゃう。ボンボンボンと置いてるよね。そうそう、パソコンとかもね。そんな感じです。はい、なのでここにもしなんか収納ボックスがあったらいいなって、うん、そうね。そして3つ目、ベッドの下の荷物が取りにくい。これは間違いないね。
ね、めっちゃね最初でも考えたけどしょうがないよね、時間なかったよね最後。そうだね、100日で、車を DIY したのでベッドはかなり最後の方だったんですね。一応こう蓋になってるんですよ。で上はマットレスを置いてるんですね。ダブルサイズのマットレスを置いてて、これも特に切っていないんですよ。やっぱこう切っちゃうと腰痛くなったりとかするから切っていなくて置いてるので、開けるときはベッドをマットレスを全部前と後ろまで折りたたんでから取らないといけない。だから一人では取れないっていう。雨の日とかね、それが結構めんどくさかったりする。上のもの全部どけて、それがちょっとめんどくさい。だからマットレスを蓋にするっていう方は多いですね。作ってる人とかでちょっとめんどくさいけどマットレスを切って、板にそのまま貼り付けて、カバーして、で収納ごとにマットレスを蓋として、じゃあここにスプーンとか調理器具が入ってるからここだけ開けて中のものを取ってまた入れるっていうのができるけど、うちはそれができないわけよ。そうね、全部つながってるからだからこれも日本一周中に工場とかもし借りれたりとか時間が空いたらちょっと改造っていうかね直して行きたいと思ってます。はい、なんでこれから作る人、これは本当に収納の出し入れはマジで大事なので、そうね、気をつけて作ってください。収納力はすごいけどね。そうなんだよ、何でも入るんだよ、とりあえずぶっ込めばね洋服とかはタンス、引き出しのタンスに入れてるんで、こっからこうやって取ってます。だからここは別にそんなに問題ない、うん、そうね、こんな感じで、うん、ジョン君でも開けられるぐらいだからジョン君たまに入るからね、うん、でこんな感じで取ってます。で問題はね、もんなんか外国人の喋り方問題はね問題はね、こういうのなんだよ。そうね、奥に入ってて、上からしか取れない、とこ、が問題なの。あともうこっちとかは、もうしょうがないよね。そうだね、だから一番使わないものを入れてたりとか、他はウェットスーツとか、食料庫とかは後ろに置いてます。なので取るときはバックドアから、こう引き出して使うような感じになります、です。ちょっと直していきたいね。そうね。4つ目はテーブルの位置と長さです。夫婦号のテーブルでいうと、ここの折りたたみテーブルとあとここの折りたたみテーブルの2つしかないです、そうね、本当はもともとこの中の窓枠の下に1個折りたたみテーブルを作ろうと思ってたんだよね、作業用に、そうだけどベッドが思ったより高くて、テーブルのこうなんだろう、8本の折りたたみの器具がちょうどいいのがなくて、ちょっと長すぎたんだよね、だから作れなかったんだけど、最近やっぱり2人で作業することが増えてきて、編集したりとか仕事しているとテーブルが少ないなって最近思うようになってます確かに。なのでちょっとテーブルの位置と長さはなんか工夫したいなって、どうにか工夫できないかなと思ってます。あと食べる時とかもそう、そのテーブルがさ、ベッド際にあったら2人で並んで食べれるんだけど、今テーブルここしかないから、ここで、料理をする、で食べる時はまた別でこうコストコで買った折りたたみテーブルを出して置かないとできない。そうね、だからそのそもそものキッチンの位置とか、キッチンを作る場所っていうかこの配置とかも、ちょっと最初もうちょっと考えればよかったなって思いました。例えばキッチンって別にここじゃなくてもいいわけだから、キッチンを右側か左側につけて、でその他ベッドにして、そうすると別のとこに机ができたりするから、なんかやっぱりね、インテリアとかこう配置とかは結構大事だなって思いました。確かに、ちょっとねそういうとこはまたもし2代目作るとしたらもっとよくできるなってちょっと後悔してます、でもまあ全然これでも全然暮らせるんですけどね、これはこれでまたなんかキッチンとこう何ベッドルームみたいな感じで綺麗に分かれてるからいいんだけど、車で暮らしてるってなると、もうちょっと快適にする必要があるなと思いましたはい、はい、じゃあ最後5つ目は、窓のフィルムを貼ればよかったって思いました、これは5つ目の後悔です、
私たちは中古のキャラバンを買って、最初はフィルムが貼ってあったんだけど、なんかちょっといかついこうミラーみたいなね、フィルム貼ってあったんだけど、ボロボロすぎて剥がしたんですね、うん、で剥がした後にフィルム貼るか、いろいろ YouTube とかネットで調べるとフィルム貼ってない人も多くて、うん、プラダンでできる、プラダンで目隠しできるっていうのを知って、でプラダンなんかもう何百円とかでできたので、うん、プラダンを買ってしまったんですよ。やっぱショートとかで1個再生数が回った動画でプラダンについて、うん、いやプラダンじゃない方がいいよってすごい言われたんですけど、うん、もうなんかやっちゃったのでしょうがないんですけど、うん、ちょっとそこはやっぱりもうみんなの言う通りフィルムにすればよかったって後悔してます、うん、そうね。なんでかっていうと、プラダンって結局はプラスチックなので、うん、夏とか熱を浴びると縮んでくるんですよ、うんうん、らしいね。今のところまだそんな縮んでないんですけど、うん、やっぱ見栄えがちょっとこう何安っぽいっていうか、うん、フィルムにしとったら、まあ、こう近づいたら見えるけど、うん、ある程度結構綺麗に目隠しはできたなって思いました。そうね、うん、こうなんか 100% のやつとかね、目隠しああいうのにすればよかったなって思いました。なんかフィルムとか、こう今後ろの窓も開いてるので、もしフィルム貼れたら貼りたいんですけど、もしなんか他に対策っていうか代わりにこうしたらいいんじゃないかっていうアドバイスがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、はい、以上 DIY で後悔したこと、失敗したところの5選でした。はい、ご視聴いただきありがとうございます。これからも2人と1匹で日本一周頑張りますので、会える方ぜひ夫婦後花柄の車見かけたら声かけてください。はい、では今日参考になったなって思った方、ぜひチャンネル登録といいねとコメントで応援よろしくお願いします。お願いします。ではバイバーイ。